フサイチアソートは日本の競争場である。場名は最初の場所であった関口ふさおが使用した冠名のフサイチと詰め合わせを意味するアソートが由来となっている。2006年のセレクトセール1歳にて4300万円で落札された。落札は中村博明名義となっていた。2007年9月19日に日本に入球。10月28日に 東京競馬場で行われた芝1600メートルの2歳新馬戦では、単勝3.2倍の2番人気に支持され、本馬場入場後に芝生を食べようとするなど、幼さを見せたものの、レースになるとおとなしく、少し頭の位置が高い双方ながら、道中は馬群の中に位置し、直線で内に抜け出しにしのエモーションに、頭差でセリ勝った。11月17日に、 格上挑戦で出走した東京スポーツ杯二2歳ステークスでは単勝9番人気と低評価だったが新馬戦と同じような走りを見せ重賞初挑戦で初勝利を挙げたこの勝利は父トワイニングにとって3区の JRA 重賞初勝利であったその他にも関口ふさの同レース3連覇岩戸高受給者の重賞初勝利 安城の横山のりひろの4年連続で自身8度目となる JRA 年間100勝達成という記録ずくめの勝利となっている。なお同日、デビュー戦で2着だった西野エモーションもレコードタイムで初勝利を挙げている。11月29日に発表された重賞オープン特別競争レーティングでは東京スポーツ杯2歳ステークスを制したことにより106ポンドの評価を得た。その後は クラシック制覇を狙って翌春まで休養に入った。復帰戦は、やよい賞となった。しかし、レースは、見どころなく12着だった。続く、さつき賞では8着だった。その後、日本ダービーに出走登録を行っていたが、除外され、目黒記念に出走するも10着だった。続く、新潟記念では、村田一世との初コンビで挑み、5着に入った。 セントライト記念では8着だった。10月に場所が関口房さから岡田真紀夫に変わった。次層は富士ステークス。しかし14着に敗れた。続く福島記念では金層の成績不振から13番人気と低評価だったが4着に入った。続く中日新聞杯では10番人気だったが山人キングリーの2着と2歳持の東京スポーツ杯2歳。 ステークス以来の連帯を果たした。初戦は、ニューイヤーステークスとなった。2番人気に押されたが、いいところがなく8着に終わった。続く白富士ステークスでは5着、中京記念では13着、日本海ステークスでは5着、ポプラステークスでは7着、レインボーステークスでは6着、巨星手術明けの元町ステークスでは8着に終わり、この年はすべて着外に終わった。 初戦の初富士ステークスは終始後方のまま12着と大敗した。続く、節分ステークスでも同様の競馬でブービーの15着に終わった。続く、サンシャインステークスでは後位追走も伸びきれず9着に敗れた。上層ステークスではブービーの13着と大敗した。湾岸ンンステークスでは中段追走も12着とどの負けを喫した。四ヶ月間隔を置き、 8月のマレーシアカップに出走するが11着と惨敗。オクトーバーステークスでは、最内枠から花を奪い警戒に逃げる者の,の直線で力尽き、最下位の11着に終わった。この後、11月27日の障害未勝利戦に出走、集団から足を伸ばして3着。続く12月18日の障害未勝利戦では、スタールーセントの首差の2着になった。 半年ぶりの出走となった6月12日の障害未勝利戦では発着。7月31日の障害未勝利戦で、障害初勝利を挙げた。一勝も挙げることなく2014年11月28日付で、競争馬登録を抹消した。引退後は、北海道日高郡のノルマンディファームにて乗馬となる。競争成績は2010年10月9日現在。ありがとうございます。